リュースタート。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。プレミアムチャンネル V のプレミアリュウでございます。ということで、新年一発目のオリカ講座でございます。はい、ということで、今年はですね、質より量ではなく量より質を極めるということで、まあ、内容の濃いものにしていこうかなと思います。今日はですね、とても簡単な、まあ、質問が来ました。コンビニの箔絵の印刷の仕方を教えてほしいです、よろしくお願いいたします、ということで、今回私が、実際コンビニで印刷してきましたので、そちらの様子を皆様にお届けしたいなと思います。まあ要するにあれですね、まあ、こちらでございます。あ、これこちらでーす。あ、まあ、まあ、わかりやすいか。こちらはですね、フィルムラベルシールに印刷したものになります。まあ、こんな感じのフィルムラベルシールに印刷したものと、こちらにね、銀色の箔をつけるんですよ。その箔をつけるためのこちら箔絵でございます。こんな感じのイラストをどうやって印刷するのかを今回皆様にご紹介していきたいなと思います。ということで、前回ですね、動画でこちら、折り革9枚並べる方法の動画を出しましたので、概要欄の方に、こちらのね、折り革9枚並べる方法のパソコンのやり方とスマホのやり方をどちらも載せておきますので、概要欄のリンク貼っとくんで、そこからぜひ飛んでみてください。ということで、早速、作っていきましょう。こちらのやり方ですね。では私の副音声付きで、あの、皆さんに解説したいなと思いますので、はい、じゃあ早速、解説レッツゴー。はい、ということで解説していきましょう。私いつも使っているコンビニはセブンイレブンでございます。なんでかっていうと、セブンイレブンの方が画質が綺麗だからです。はい、ということでやっていきましょう。まずアプリを入れます。専用のね、専用のアプリを入れまして、設定せずにプリントで写真を押して、で、あとは写真、自分のあの写真フォルダの中に入ってるこちらのイラスト用をね、作ったやつを取り込んでください。で、QR コード作成を押します。はい、で、QR コードを読み込ませて、で、送信を開始するを押します。で、接続ですね、こちら。しばらく待ちましょう。そうしますと、こちらの、コピー機の方に移りますので、普通のプリントをします。で、選択します。箔絵ですね、箔絵を選択します。はい、で、これで決定します。で、次へ進むを押してください。で、白黒してください。白黒じゃないと10円じゃありませんよ。で、白黒 A4 しないにして、しない、こちらもしないにしてください。で、10円を入れます。で、あとはまあコイン払いか7個払いでこちらプリントスタートってすれば出てくる、そんな感じのシステムになります。はい、とはこんな感じで、ということで、まあ、こんな感じでございます。まあ、わかりましたかね。わかるかな、わかんないかな。とりあえず、まあ、こんな感じで箔絵を印刷してます。では続いて、じゃあ専用のアプリとは一体何ぞやという方のために、では専用のアプリを実際にインストールしていきましょう。はい、では専用のアプリをね、インストールしていきましょう。ということで、まずこちらの Apple Store もしくは Google Play からね、インストールしてみてください。ということで、こちらの検索を押してもらって、で、こちらの検索にマルチコピーと打ち込んでください。はい、で、セブンイレブンマルチコピーですね。まあ私一度ね、インストールしてるのでこんな感じになってますけども、まあ、あの、なってない方は入手ってなってると思います。ということで、この一番上のこちらですね、一番上のマルチコピーを選択します。するとね、もう出てきます。こちらですね、こちら、これを押して、別に会員登録なんか必要ないんで、あとここを同意するを押してもらって、で、ここはまあまあシュッシュッシュッって、で、次回からこの画面表示しないにしてください。で、始める。はい、で、表示しない。あとはまあさっきと一緒ですね、この画面になりますので、普通紙のプリントってやって、まあ、設定せずにやる。で、写真を押す。で、これすべての写真を許可してください。で、あとはまあ印刷するっていう、まあそんな感じの形になります。わかりましたかね。はい、ということで、まあ、こんな感じになります。ということで、また他にもね、折り革の作り方はね、こういうやつとか解説してほしいよっていう場合はぜひぜひコメントください。ということで、今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは、せーの、バイバイ。最後まで動画を見てくれてありがとう。最新動画、関連動画は上のボタンを押してくれよな。チャンネル登録、高評価よろしく。それでは、せーの、バイバイ。